されて帰っております。なんやねんって。先ほどガチの撮影が終わりました。はい。本来ならばこの回はガチの本戦でね、どうですかみたいな話の、皆さんこんばんは、ガチシリーズ始まりましたという始まり方なんですけれども、久々にやってしまいました。田川軍団集合アンチは来るなねえ、アンチは来るな、訳あり。皆さんこんばんは、ガチシリーズ訳あり久々でございます。こんばんは。こんばんはじゃねえよな、なんでやねんてどうなったらああなねんて、まあ、まあまあまあ、まあ、責められん、そう責められへんし、あの、ね、もっと言ったらなんかええもん見してもらったなって思う。ああそうですか、さすが観音様のね、あのおかげですな。そうですね。どうしてですか。なぜですか。あ、なぜですか。あなたたちはこの時間帯に何しに来たのですか。はい、あの心霊スポットって聞いて、何ですかそれは。いや、あの幽霊がいっぱい出る。幽霊って何ですか。その観音さんには分かんないですよ。そりゃそうですよね。こんな夜中にあなたたちは本当ならば布団で寝ているはずなのに何をしに来たのですか。夜勤ですか。夜勤ですか。夜勤って言葉は知ってるんだ観音様。夜勤って言葉は知ってるんだね。夜勤ですか。夜勤です。いや、あのまあそんなもんです。なんかここでいっぱい自殺する人がいるみたいなんで来ました。じゃあありませんよ。みんな苦しく、みんな苦しんで苦しんで、そして天国に行ったのですよ。はい、それをあなたは何しに来たのですか。もうそれしか聞かれないっていうね。すいません言うてというような状況でございまして、はい、本来ならばガチというのはね、無料放送でバカやってね、もうトーク、茶番、まあそんなもんですよ。茶番俳優が出てくるのはガチの、まあ、ガチの無料のみ、無料のみ茶番俳優が見たい方は無料放送やっていうような形で考えるとさ、まあ無料放送は茶番とね、トークですよ。そうですよ。でその後にね、本戦っていう形でもうちょっと全部気を引き締めて、そう、戦いに行くと、戦いに行くんじゃないですか。そのなんていうギャップ、うん、それまでヘラヘラしてたやつが戦いになるとキリッとするね。もういやーん監督みたいなね、子猫ちゃんたちがジュンジュン言いますよ。ニャンニャン言うじゃないですか。ニャンニャン言いますよ。アオアオ言いますよ。でも、まあそれでね、大体一つの心霊スポット行っていろいろやったら1時間ぐらいかかっちゃいますよ。そうですね、うん、それが秒殺されるというか、秒殺っていうか、まあトークはいつも通りねやりまして、で、まあ、適度な茶番もありのさあ、こっからは有料放送です。スタイルは同じなんです。同じです、同じです、うん、でやったんですが、場所があっという間に見つかってしまったと。ほんでそれが全然、もうこれを60分伸ばすのは尺稼ぎとしてかい、もう言われてもしょうがないようなことをしないと1時間持たないんですよ。計画的犯行に及ばないと、そうそう、及ばないとダメだと言って、もうはっきり言ってね、もう飛び降りる勢いでやらないともう無理だな。でもそれもできない、もうお手上げ状態、お手上げ状態でちょっと探ったら、うわ何これっていうのはあったと。やった、これで1時間伸ばせるかもしれない、うん、と思ったら、いやいや何をおっしゃいますやら、最強の観音様が登場て、何をしてるんですか。こんな遅くに今この時間帯は
男と女がまぐあいに来てくるのですよあなたたちは男同士なのにまぐあいに来たのですか。いや違います、僕はもう至って女好きでございます。そうでしょう、なら夜勤ですね。夜勤ですか、なんで夜勤やねん、すいませんなんて言うので、とても無理だとこれはということで、今回久々のガチ分けありという形になっております。なってしまいました。なってしまいました。あのね、分けありがね意外に好評なんですよ。落ちないんですよ数字が。うん、でもそこはまあ、でも分けあり狙ってできるもんじゃないからね。できるもんじゃないからね。そんなでも、うん、ねえ、お前とは本当それ毎週のようにガチは分け、あの分けありやってたら、うん、それお前ら大概にせえよって、うん、なるんですけども。今回伊豆編でね、何箇所も回ってるうちの、それ何箇所も、実は福島もね、一個分けありあるんですよ。でもそれはトークもつまらないし本線も全くつまらない場所だったというね、もうこれはもう見せるに値しないと、いう形なんですが、今回はまあちょっとはおっとっていうところもありますしね、なので久々に訳ありをやらさせていただいております。構成的にはですね、普段ならば、無料やって、ここからは有料ですってあるんです。でもう今回は有料課金のところで、今回はもう無料から入ってます、はい、無料から入ってます、はい、で、ここから有料ですと言って もうそのままというような形になっております。無料有料で見せんのかいとかなんとかいうような話もあるんでございますが、この分ちゃんとまた無料をね、そうそうそう、こうやってやってて小粋なトークで笑わしてるわけですからとても笑ってるとは思えないんだけど、顔引きつってますからね、顔引きつってます僕らはもうあれ2時半だよ今。どういうことやねん、今撮ったばっかりですよ。2時半でこれは使えないって思った時のこの精神的苦痛、大ショックねえ、今日の疲れが一気にまとめてね、うん、来るような感じですから。だって9回表までね、9対0で勝ってるようなもんですよ。そうですね、それがなんか大逆転されて10対9で負けたようなもんですよ2アウトがなかなか取れないみたいなね。うん、まさか9点取られるとはみたいなね、思ってもいい、思っても見ないっていうね。あれ見ましたか動画。いやどうだったんですか、見たんですか。見ました、見ました。あれはね、監督の采配ミスとも言えないですよ。言えない。あれは本当にね、魔物、高校野球には魔物がいるっていうじゃないですか。もう魔物がね暴れまくってる感じ。うん、本当にあれはね、どんな名将でもどうすることもできなかったと思う。うん、ねえ、海外でもなんか紹介されたらしいですよ。海外のニュースで日本のね、ジャパニーズの高校球児が、ハイスクール、はい、プレイヤーたちが、ベースボールプレイヤーたちがね、大会で 8点を9回から9点ひっくり返したっていう、ので海外のスポーツでも紹介されたぐらい。めったにないっすよね、サッカーでいうところの5点取ってるのをロスタイムで逆転されたようなもんですからね。みたいな、というのが、いや実は今回のね、この2時半までの間に結構いい感じで撮れてね、そうですね、あ、みんな喜んでくれるかなとかいうふうに思ってて、機嫌が良かったんだ、はい、機嫌がいいから、よし、はっちゃんもう一回行こうじゃないかみたいなね、もう一回行こうみたいなノリで行ったらね、こういうことになりましたわ。1軒目の焼肉屋がすごくうまかったと。そう2軒目のね、キャバクラがまた可愛かったよって言ってね、盛り上がったね、可愛いわ、可愛い感じや言ってね、ほんで3軒目のね、まあちょっとヘルスでも一回みたいな、それもまた当たりだ、
最後に飲みに行ったオカマバーで大失敗うん、そんな感じですよ。例えるなら、例えるならば、最後にぼったくりバーにやられたみたいなね、ややこしかったっていうような状況で、久々の訳ありでございます。本当にごめんなさい。ね、まあ何が言いたいかって言ったら、さっきも高校野球の話しましたけど、この訳ありもそうですけど、なんか狙ってできるようなもんちゃうし。そうです。狙いたくもないですよね。狙いたくもないよ。訳ありは俺らの恥だからね。しかし恥を忍んでちょっと頑張った、ね、だったら無料にしろよって言うんですよ、みんな。そうですね。でもガチドラゴは一箇所行くと4000円以上のガソリンを食うわけだ。ブーンってね、最強の肉食です、ね、最強の肉食獣ですからね。ゴジラ見に行ったんですよ、この前。ほうほうほう。面白かったですよ。新しいやつですよね。あれ面白かったですよ。そのゴジラが、あのね、はい、ネタバレ言いますけど、はい、ゴジラと怪獣が戦うんですよ。ほうほうほう。で、強いじゃないですか、相手も、はい、でゴジラ結構やられちゃうんですよ、はい、でも最後の最後にブワーって放射能が、はい、これがまたかっこいいんだ、はい、でオスメスで襲ってくるんですよ。ほうほうほう。でオスをまずガーッ撃墜するんですよ、はい、でメスが強いんだ、これが。でメスにバコーンやられて、ゴジラもうダメだっていうような形になった時に、主人公の人間がね、はい、そのメスにやられそうな時にゴジラが後ろからガーン。もうネタバレあえてしますよ、ね、こっから先ゴジラまだ見てねって人は見なく、聞かなくてもいいんだけれども、ガーン、メスを引きずるわけですよ、ゴジラが。その後ゴジラどうやってやっつけると思います、そのメス。何ですか。まあもちろんヒーローなわけですから、必殺技、必殺技ですよね。ブワーッ口から出しますよね。あのね、ブワーッと当てられて、まあ、爆発するなり死ぬなら、もうゴジラかっこいいと思うじゃないですか、はいはいはい、そのゴジラどうしたと思います。メスですよ、相手、はい、もうネタバレしますよ、はい、ガーッと首根っこ掴んでね、上顎と下顎をガーッと掴んでガーッと開けるんですよ、はい。でこれで引き裂いたらかっこいいじゃないですか。ほんで最後にね、バーって方向したらカッチェーじゃないですか。違うんですよ。上顎と下顎を開けて、その口の中に放射能を、あのね、そんなにしちゃって、どう見ても無理やり女の子の口開けてゲロ吐いてるようにしか見えなかったんですよね。エロ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 みたいな。なんだそれ。そこだけはちょっと私劇場で腹抱えて笑っちゃったんですけども、ただゴジラは面白いです。強烈なとどめやな。ただし渡辺謙のドラマ部分は全く面白くないです。怪獣シーンはもう、歴代怪獣、今までね、いろんな怪獣映画が出た中で最高に、最高傑作だと。まあそういう風に言ってるんですけど、全く訳ありと関係ありませんが、いずれ私たちも悪霊の上顎と下顎をですね、掴んでゲロ吐いてやろうじゃないことを言いたいかと。だけということで、はい、ここからは田川軍団集合。アンチはコラクティ、私たちの困ってる様を見て笑ってると思います。それではこれからは有料かけます。有料です。ゴジラそうやったんか。ゴジラはゲロ吐くんだよ。